あ、これ早いわ。こっちにするわ。笹掛け、こっちやわ。どう考えてもこっちや。早いですね、非常に。うん。早いけど、すごい時間かかりますね。遅いね。ペラペラすぎて、ごっつ時間かかるわ。こういうのはね、関西人はイラチと言って、イラチって何かって言いますと、イライラする人のことをイラチって言います。イラチ。イライラする人のこと、私イラチですね。全然、このごぼうが短くなっていく気配がない。ただね、皆さん、絶対に終わりは来ます。いいですか、皆さん。絶対に終わりは来ますから、なかなか短くなれへんなと思うでしょ。確実に、これだけは言います。100% 終わりは来ます。時間はかかるかもしれないよ。でも、100% 終わりは来ます。育児に例えてください。育児もね、今しんどいな。夜中何回起きなあかんねん。一生こんな寝不足の毎日が続くんかな。続かないんですよ。終わりは来るんです。ごぼうと一緒です。育児とごぼうは一緒です。毎日ちょっとずつちょっとずつ子供が成長してるんです。ちゃんと寝るようになるんです。ごぼうもいつか終わりが来るんですね。なかなか減れへんね。やっぱり減れへんなと思う。でもちょっとずつは減ってますよ。ちょっとずつ大きくなるのと一緒です。見てみんな、ほら、終わりが近づいてきたでしょ。必ず終わりが来るって言いました。私はもうすぐ終わりが来ます。ただ皆さん、もう一回言いましょうか。二人目が生まれますよ。二人目、もう一回振り出しに戻るんですね。育児ってそう。やっと上の子が手離れてきたな思ったら、二人目が来てまた振り出しに戻る。ただ二人目の時は一人目と違うんですよね。うん、二人目の時って必ず終わりが来ることを知っているから苦じゃないんです。必ずこうやって終わりが来るんだっていうことを知っているから苦じゃなくなるっていう部分もあります。よし、でこれ2人目です。2人目が生まれます。もう慣れたもんですね、2人目いうのはね。うん、はあ、やっとここまで来たぞ。やっぱ2人目は早いわ。うん、2人目は知ってるから。育児と一緒や。ごぼう、グッドボタン、チャンネル登録、通知ボタンもベルマークも押してね。押してね。ありがとう。バイバーイ。